裏世界ラボ。2021年9月22日、システム障害が相次ぐみずほフィナンシャルグループおよびみずほ銀行に金融庁は業務改善命令を出した。しかしその8日後の9月30日、みずほ銀行では再び外国為替取引に関連した障害が発生。一体みずほ銀行に何が起きているのだろうか。何が起きてるのだろうじゃねえし、俺の貯金。俺は木下誠一、大学生だ。 ATM 停止って何？バイト代、今日の昼飯代。あ、どうした誠一？友や、聞いてくれよ。またみずほの ATM が止まったんだよ。またか、多いな。でも多分どっか違う場所の ATM だったらいけんじゃね。そのどっか遠くまでの交通費がありません。今財布に14円です。おい、大丈夫か？その生活で金がないわけじゃないんだよ。先週治験やったから口座にはそこそこ金があるの。なのに引き出せねえの。うん、相変わらず変なバイトばっかやってんな。半日もすりゃ治るんじゃねえの？今困ってんのは何だい？昼飯代。いいよ、貸してやるよ。1000円でいい？マジで？ほんと助かる。明日返すな。にしてもみずほはトラブル多すぎない？多いな。一番古いのは2002年の合併時だ。合併？みずほ銀行は第一勧業銀行、富士銀行、日本工業銀行のこの3つが合併してできた銀行なんだ。2002年の4月にその3社は合併したんだけど、その合併初日、いきなりシステム障害が起きた。初日？うわー、まあでも初日だもんな。何が起きるかわかんねえよな。それにシステム障害つっても大したことないんだろ。半日 ATM が止まるとかそんくらいで。だったらよかったな。うん？この時は一部の ATM が使えなくなった以外に深刻なトラブルがあった。預け入れをしても金額が反映されない。現金を引き出そうとすると口座残高は減るのに金は出てこない。さらには二重引き落としがされる。他にもガスや水道みたいな公共料金の口座振り替え遅延も発生した。利用者にとって最悪のトラブルばっかだな。トラブルの総件数は250万件を超え、しかも収束までに数ヶ月かかった。これで気を引き締めたのか、しばらくは問題なく運用されてた。しかし2011年3月、大規模なシステム障害が起きた。2011年3月って、もしかして。そう、東日本大震災だな。この時、義援金口座に大量の振り込みが集中して、システムの異常が発生。そのため手動で処理に当たったが、今度は人為的ミスが多発した。これは、なんというか、仕方ないかもな。この時に起きた未処理の取引は116万件を超え、金額にして8000億円以上の遅延があったらしい。8000億？正確には8296億だったかな。そのくらいだよ。しかもこのシステム障害の対応で直後の3連休の間、みずほは全ての ATM を停止させた。電球にぶち当てなくてよくない？次はちょっと飛んで2021年2月28日、キャッシュカードや通帳が ATM に取り込まれるトラブル発生。カスタマーセンターに電話がつながらないので、その場を離れるわけにもいかず、その場で3時間待たされた人もいたらしい。怖すぎんだろ。何の罰ゲームだよ。しかもこの時 ATM が使えなくなったのは当然として、インターネットバンキングの方も一部取引ができなくなった。ネットバンクも？ネットバンクが使えればせめて電子マネーでどうにかできるのに。怖いだろ。でもこれまだ続くんだぜ。ひ2021年3月3日、28拠点において合計29台の ATM が停止。え、前のトラブルから3日しか経ってねえじゃん。経ってねえんだよ。しかも2月28日のトラブルは定期預金のデータ更新作業が原因で、3月3日のトラブルとは全く無関係だった。つまり何か一箇所が原因ってわけじゃなく、みずほはシステムそのものに問題があるということが発覚したわけだ。うわー。さらに次は3月7日、4日後？ネットバンクおよび ATM で定期預金の預け入れができなくなった。この不具合は半日くらいでどうにか収束したが、みずほ側もトラブルのあまりの多さに全国の支店で対応役の社員を待機させたりしていたらしい。その努力は認めるけどさ。で、その4日後の3月11日、今度は外貨建て送金に遅延が起きた。3、4日おきにトラブルを起こさなきゃいけないルールでもあんの？
大丈夫だ。次は5ヶ月飛んでる。8月19日の夜9時、新たなシステム障害が発生していることが判明。現場は徹夜で対応するものの間に合わず、翌日20日金曜の午前中には全国の店舗窓口で入出金の手続きができなくなった。金曜ってのがまた厳しいな。ん？店舗窓口？ってことは ATM とかのシステムがダメってだけじゃないのか？その通り、窓口業務のシステムに問題があったんだ。ネットバンク、窓口、為替、ATM がダメで、じゃあ何ができるんだよ。店舗でトイレくらいは貸してくれるんじゃないか。コンビニは道の駅じゃないんだから。んで、さらに次、今度は8月23日の昼、また3日後、東京、埼玉、神奈川の ATM 約130台が一時的に機能停止。これが2021年7回目、通算9回目のトラブルだな。10回目もすぐに起きる。9月8日、みずほ銀行とみずほ信託銀行で前回と同じく ATM100 台前後が使えなくなった。この時はさらに悪くて、ネットバンクもダメになった。機器の不具合だって話だ。うわぁ、さすがに金融庁はこの事態を見過ごせないと、9月22日に業務改善命令を出した。運営が適切に行われているかを国が監視。さらにみずほ側はシステム管理について計画を提出することになったんだ。これは相当厳しい措置だった。前のシステムトラブルの調査結果も出ていない段階での行政処分だからな。それって裁判を待たずに有罪確定したようなもん？まあそんな感じかな。みずほ側も重く受け止めた。がしかし、トラブルは続く。まだあんの？業務改善命令が2021年9月22日だろ？ちょっとメタ発言するけど、今日は2021年10月5日だぞ。この短期間にまたやらかしたのかよ。ネタが連発しすぎて動画作成追いつかねえよ。こんなのいきなり定期の時以来だ。なんかごめん。9月30日、2021年8回目となるシステム障害が発生。外国為替取引に関連したトラブルで送金処理が遅れたんだ。多分また起きると思う。この動画が公開される頃には通算11回目12回目が起きていてもおかしくない。脚本が上がってから公開まで数週間かかるもんな。しかし、なんでそんなにトラブルだらけなんだよ。他の銀行じゃ聞いたことないぞ。そこは割と理由が見えてて、要するに三社合併の時の意地の張り合いが原因なんだ。は？みずほ以外にも合併で生まれた大手銀行はある。例えば三菱 UFJ や三井住友だ。合併した銀行はほとんどみんなシステムを一本化し、 IBM や NEC に開発運営を任せている。ところがみずほの前身である第一勧業銀行、富士銀行、日本工業銀行の3社は統合時に主導権争いを繰り広げて、結果システムを一本化するのではなく、それぞれのシステムを生かして統合する形で進めたらしい。要するに継ぎはぎしたってこと？多分。でもそれがうまくいかなかったんだろ。その後4000億をかけてみのりという新システムを開発、2019年に全面稼働させた。でもその開発にも問題があった。もともとそれぞれの銀行が利用してた IBM、 日立製作所、富士通、さらに NTT データも加わって新システムを開発したもんだから、より複雑回帰な構造になったんだ。どっかに一本化すりゃよかったのに。さらにここまでにかなりの年月がかかってるから、関わったシステム担当者が会社を辞めてたり人事異動があったりして、結果誰にも全貌がつかめない恐るべき巨大ブラックボックスが完成したらしい。それじゃあシステム障害永遠に終わらねえじゃん。みずほ側はシステムに問題はなく運用に問題があるって言い張ってたんだけど、金融庁は今後システムそのものがアウトってことを検証するんだとさ。こっちが不安なく使えるようになるのに何年かかるんだよ。みずほやめよっかな。ともやはみずほに口座あんの？ある。けど俺はみずほを使い続けなきゃなんねんだよ。あ、俺みずほに就職決まったから。おめでとう。メガバンクじゃん。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。